イオン、浜松西ショッピングセンターは、静岡県浜松市西区、入野町に所在するショッピングセンター。イオンリテール株式会社が開発と運営を行っている。1980年11月に、ジャスコ浜松西店として開店。駐車場台数が最大1600台対応で、当時の住所が、静岡県浜松市入野町あざ発端だ161番1号だった。 その後、静岡県浜松市天馬町18番地に存在した、ジャスコ浜松店11月23日開店の閉店に伴い、ジャスコシティ浜松に店舗名を解消。店舗面積の増床を目的に建て替えが実施され、2001年8月20日にジャスコシティ浜松を閉店した。閉店時の直営店舗面積は8,989 89。 平方メートルだった。建て替え工事の完了後、新たにジャスコシティ浜松を同所に2002年7月13日に再開業した。これと並行して都市計画に基づいた地域の区画整理と幹線道路の拡張工事が実施されており、建物の住所が新たに設定された現在の地盤に変更された。また、 同じ敷地内に存在した浜松信用金庫も、この時に建て替えられている。2004年4月には、ジャスコの食品売り場が24時間営業化された。ジャスコの店舗名称の廃止とイオンへの転換に伴い、2011年3月1日に、ジャスコ浜松西店をイオン、浜松西ショッピングセンターに改称した。2020年春、大幅リニューアルが行われ、3階には、 山田電機イオン、浜松西店がオープンした。詳細は公式サイト、専門店連絡先を参照。最寄り駅は JR 東海道本線の高塚駅下車。同駅北口より北東に徒歩で約30分に店舗がある。最寄りバス停は、遠鉄バス、イオン、浜松西店入口バス停、または、八田坂バス停である。二十四ロウブぶ線。 8から22、9から22、大平台線の他に、霊園須浜市地光塚線も1日一本に限りイオン、浜松西店入り口からの出発となる。本施設の所在地は、西区、入りの町であるが、200メートルほど北は、中区なる台であり、また300メートルほど南は、南区高塚町であり、浜松市の3つの区が入り組んだ場所にある。ありがとうございます。